横田南寺慶天保13年6月18日は、江戸時代後期の漫画家。字は、大野福、号は南寺慶のほかに、三笠山木こり、万線古寺、また、伊尾、スケアンなど、三好南寺慶と同一人物、江戸の生まれ、谷文潮門下、鳥越明神前に住む、中国元、民路画風をしたい、山水図、花鳥図を得意とした。一時に移り住んだが、 再び江戸に戻りきままに生活したという。少子会に加わり、狩屋駅祭、松崎高堂、渡辺火山、亀田宝祭、渡辺南岳など多くの文人と交流があった。商法館を所蔵した記録がある。行年78歳。下屋長久院に埋葬される。伝尊作品は少ない。柿内忠正室肖像、森仙蔵、谷文長伝の研究。 森先蔵著作集、第三集、中央講論者、1971年。荒井博士、狩屋駅祭参加、万事代114号、万事の会、2009年11月。鈴木泉、35垣内正志室肖像横田、南寺慶室、亀田宝斎さん、江戸の文人公有録亀田宝斎とその、仲間たち厚みコレクションを中心に、世田谷立郷土資料館。 1998年9月、憲法着色不動明王像人の、不資本着色不動明王像、横田南次啓筆人の引く、文化遺産オンライン、憲法着色不動明王像府、資本着色不動明王像、横田南次啓筆。山梨の文化財ガイド会が、山梨県。2018年4月16日閲覧。 生誕三百年同い年の天才へ試着中と、武尊展示会リストサントリー美術館。孔子像。コールブイス国立博物館所蔵品。統合検索システム。国立文化財機構。2018年4月16日閲覧。開館25周年記念特別展富士。霊宝富学の名画がずらり。アートコモンズ。展覧会情報検索。国立新美術館。 2018年4月16日閲覧。藤木講師。金星日本産学関係データベース。新州大学附属図書館。2018年4月16日閲覧。ありがとうございます。